てて金カビチャンネルです、本日はですね、山口夏実選手に来てもらいました。こんにちは。かわいい、かわいい、かわいい。今日はあの なっちゃん、山口夏実さんとですね、今カメラ撮ってるケンスケと3人でトレーニング、あさりが温泉で来ておりまして、まあもうトレーニング終わったんですけど、これから最後あのなっちゃんの追い撮りをしてですね、配信していきたいなと思っております。先日あの発表しました好きな女性スキーヤーランキング第何位だったっけ。10位です。第10位おめでとうございます。ランキング入るってことは素晴らしいことですよ。10位、まず10位入った、10位入った感想、はい、4票ですよね。4票ももらえるのうん、嬉しいですね、はい、誰なのか気になりますね。ただあのこう、まあ、見てもらえば分かるんですけど、スタイルもいい、可愛い、性格もいい、それは分かんないです。まあ今日一日練習したんですけど、あのいいものやっぱり持ってますね。アルペンから出身ということで、今までは東京都、はい、東京都、今年から北海道スキー連盟の所属になって、北海道戦から出てくるということで、これなんかこう得意な種目とか。得意なのはもうガゼンロングですね。あ、ロング出るはずだった動画の時にロング出したら結構反響大きかったって。山口さんの滑りがすごいっていうことで、まあ、実際今日も滑ってもねロング良かったね、まあ、ショートも今絶賛修行中ということで、まああのショートとロングのレベルがこうガツッと合ってくれば北海道でも上位に来るんじゃないかなと思っております。今日はあのちょっとチラ見せでこれからまた出ていただきますけども、貴重な追い撮り一本撮らせていただきたいなと。画面の向こうのおじさんたち鼻の下伸びてますよ、もうすでに。ちょっと一本よろしいですか。はい、はい、じゃあ撮っていきたいと思います。はい、じゃあ行きましょう。いいですか、お願いします。これはね、最高の追い撮り撮れました。今あの皆さん、山口選手応援してあげてください。よろしくお願いします。OK